やれ、ドリブルクロス3人でやれ。出したらです。大丈夫だよ。広がっといた方が良さそうかな。木下さん、広がっといて、そこからシュートしたらいいかな。それ言わなあかんねん、みんなに。俺そのお前らそれやってて、俺コーナーで3打ちたいわって言わなあかん。ガニ股で立ってる場合ちゃうん。秋は俺ハイポスト上がる方がええかとか、そのことが5人でできてないからオフェンスがバラバラ。わかるか。今何をしようとしてるかって言ったら、逆に例えば昨今とかある程度上のチームはディフェンスが5人でボールに守りにくい来ようとするところを分断しようとしてるわけよ。そう言ったよな。だからここに出したときに、ここでスクリーンかけてる、下でスクリーンかけてるって言ったら、道、例えば林田に出して、センター同士がスクリーンかける、ガード同士がスクリーンかける、これは意識が分断されてるやん。これはもうあっち向いてるやん。林田がボール持ってる平山のカバーをしようって誰も考えられへんやん、マジ。そういうことしようとしてるやん。逆にオフェンスはって言うから、5人が意識一つになるようせな。5人が意識してたら、木下がスリー狙ってる。だから、原田が、はいはいって呼んでみるんですよ。そうすることで原田が引っ張られるから、林田がドライブしやすくなるっていうことやろ。で、こちらもこうやってはいはいって呼んだら、これでここのドライブがしやすくなるっていうことやろ。そうやろ。で、秋が外で呼ぶんか、裏に引っ張っといて、前にパンって面取ってくるのか。そういうことやろ。その下準備がしっかりできて、5人がつながっていかへんかったらあかん。はい。話戻したら、こうやって、3人の、なんや、ドリブルスクリーンが。スクリーンに行かずに、上田が判断していたんですが、どういうことですか。